日本海軍の連合艦隊を撃滅すべく、ロジェストウェンスキー中将率いるバルチック艦隊第2太平洋艦隊が、バルト海に面したリバウ港を出港したのは、明治37年1904年10月15日のことだった。ロジェストウェンスキー中将は、航海の途中、旅順要塞の陥落と旅順艦隊の壊滅を、アフリカ東沖のマダガスカルの停泊地で知らされた。そして、本国のロシア海軍省から、別名があるまでマダガスカルから、出港しないように命じられた。日本海の制海権を奪うためには、バルチック艦隊をさらに増強しなければならないと判断した、ロシア海軍省は、新たに第3太平洋艦隊を編成し、この到着を待ってから、第2太平洋艦隊と共同して進撃することを命じたのである。この命令に対し、ロジェストウェンスキー中将は、第3太平洋艦隊の増援は、作戦上、かえって、足手まといになるとして、第2太平洋艦隊だけでも、先にウラジオストクへ向けて出航することを求めた。出発が遅れれば遅れるほど、日本の艦隊の整備が進むことを恐れたためであった。しかし、ロシア海軍省は、この要請を退けた。こうして、ネボガトフ少将を司令官とする第3太平洋艦隊が編成されて、1905年2月16日に出航することになった。しかし、ロジェストウェンスキー中将は、第3太平洋艦隊の到着を待たずに、3月16日にマダガスカルから出発。インド洋を横断し、マラッカ海峡を通り、4月14日に、フランス領インドシナのカムラン湾に到着した。ここで、日本政府からの抗議を受けた、フランス政府の要請によって、カムラン湾を退去し、国際法違反にならない、バンフォン湾に停泊することになった。一方、新たに編成された第3太平洋艦隊は、3月26日にスエズ運河を通過し、5月9日にバンフォン湾で停泊している第2太平洋艦隊と合流を果たした。そして、5月14日、第2太平洋艦隊と第3太平洋艦隊は、共にバンフォン湾を出航した。これで、バルチック艦隊の兵力は、戦艦8隻、装甲巡洋艦3隻、巡洋艦6隻、装甲解剖艦3隻、駆逐艦9隻、輸送船その他24隻、合わせて53隻にも上る大艦隊となった。リバウ港を出港してから、およそ7ヶ月後、29,600 キロにも及ぶ長い航海の末に、5月17日、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通過した。5月20日、バルチック艦隊は北上を続け、太平洋に出たが、日本海軍は、その正確な位置と進行ルートがわからないままだった。バルチック艦隊がウラジオストクへ向かうルートには、3つのルートが考えられた。1つ目が対馬海峡を通るルート。2つ目が、太平洋から津軽海峡を通るルート。そして、3つ目が、北海道の北を回って宗谷海峡を通るルートである。連合艦隊司令長官東郷平八郎大将は、バルチック艦隊は最短ルートとなる対馬海峡を通るものと考えていた。よって、バルチック艦隊が出現する公算が最も高い対馬海峡に重点を置いて、洋上の哨戒が行われていた。5月23日、バシー海峡を通過したバルチック艦隊は洋上で停止し、最後の石炭搭載を行った。同日、ロシアにとっては不幸なことに、バルチック艦隊のナンバー2の地位にいたフェリケルザム少将が病死した。5月25日、ロジェストウェンスキー中将は、仮想巡洋艦2隻に護衛された輸送船6隻を本体から分離し、上海方面に向かわせた。すでに、最後の石炭の積み込みが終わったために、輸送船は必要なくなったからであった。
一方、連合艦隊は、バン・フォン・アン出航以来、バルチック艦隊の位置が分からずにいた。連合艦隊司令長官、東郷平八郎大将は、バルチック艦隊は、必ず対馬海峡を通るだろうと考えていたが、一向に位置がつかめないことに焦りを感じていた。バルチック艦隊は、想定している対馬海峡ではなく、津軽海峡か宗谷海峡に向かったのではないかという疑念が増していった。そして東郷平八郎大将は5月26日正午までに敵発見の情報がなければ朝鮮半島南東の鎮海湾から津軽海峡方面へ移動する旨を大本営に電報を送ったのである。連合艦隊にとって幸運なことに26日午前0時過ぎ、バルチック艦隊より分離した輸送船6隻が25日夕方に上海に入港したという情報が入ってきた。これにより、バルチック艦隊が対馬にやってくるという見込みが確信に変わった。なぜなら、石炭を積んだ輸送船を手放したとなれば、バルチック艦隊は津軽海峡や宗谷海峡を通ろうとしても、途中で燃料不足となるために対馬沖から日本海へ入るしかなくなるからである。バルチック艦隊が対馬海峡を通ることが明らかになったことで、連合艦隊主力は移動せず鎮海湾で待機し、すぐにでも出動できる体制を整えていった。しかしバルチック艦隊が思った以上にゆっくりと進んでいたため、日没になっても敵艦隊発見の報告が入ってこなかった。5月27日午前2時45分ごろ、五島列島しらせから74キロ離れた海域で哨戒活動をしていた仮想巡洋艦しなの丸が北上してくる艦船の灯火を発見した。接近してみると船には武装がなくロシアの病院船であることが分かった。他にもロシアの艦船がいるに違いないと判断した信濃丸の艦長鳴川測大佐はロシア船と並行しながら注意深く監視を続けることにした。そして空が白み始めた頃、そのロシア船の東側に艦隊らしきもの十数隻の媒煙を認めた。艦隊の距離はわずか2500メートル。信濃丸はいつの間にかバルチック艦隊の隊列に紛れ込んでしまったのである。信濃丸は、バルチック艦隊に発見される前に、急いで反転して艦隊から離れるとともに、敵艦隊らしき媒煙見るとまず打電した。5月27日午前4時45分のことだった。続いて、午前4時50分には、敵、第2艦隊見る。地点203と送った。このバルチック艦隊発見の第一報は、第3艦隊厳島を経由して、午前5時5分、鎮海湾に停泊している連合艦隊の旗艦、ミカサへ伝えられた。連合艦隊司令長官、東郷平八郎大将は、直ちに全艦隊に出動を命じるとともに、鎮海湾からの出撃を大本営に報告するように、幕僚たちに命令を下した。連合艦隊司令部の幕僚たちは、敵艦隊ミユとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。と草稿を書いて、首席参謀、秋山実之中佐に許可を求めた。草稿を見た秋山中佐は、その場で、本日、天気晴朗なれども、波高し、と書き加えて大本営に打電した。そして連合艦隊の各艦は順次鎮海湾を出撃していき、午前6時34分旗艦ミカサを先頭に対馬海峡の決戦場へと向かっていった。この時に出撃したのは連合艦隊の第一戦隊戦艦ミカサ、四季島、富士、朝日、走行巡洋艦、春日、日清。第2戦隊、走行巡洋艦、出雲、東、
時は、八雲、浅間、岩手。第4戦隊、巡洋艦、なにわ、高千穂、新高、明石。第1、第2、第3、第5駆逐隊に、それぞれ4隻の駆逐艦。第9、第14、第19艇隊に、それぞれ水雷艇4隻の合計44隻であった。この間、珍海湾以外にあった連合艦隊の他の船隊も動き出し、主力部隊に随時合流することになった。連合艦隊は、沖ノ島付近でバルチック艦隊を迎え撃つことに決し、正午頃には、沖ノ島の北西46キロの地点に達した。その頃、バルチック艦隊の周りには、巡洋艦泉などが、見失わないために接触を保ち、正確な位置を連合艦隊に伝えていた。ロジェストウェンスキー中将は、日本艦隊が次々と現れることを知ると、決戦が避けられないことを悟り、予定の短縦陣に転じるように命令を下した。しかし、この命令は、アレクサンダー3世が、信号を見誤ったため、第1戦艦隊は、短縦陣を取れず、第2、第3戦艦隊と2列の縦陣になってしまった。こうして、バルチック艦隊が少なからず混乱している中、午後1時30分、ロジェストウェンスキー中将は、前方に右から左へと横断する連合艦隊を発見した。再び、短縦陣になるべく、ロシア第1戦艦隊は速度を上げ、第2、第3戦艦隊は、減速を試みるも陣形運動が終了する前に、決戦に突入してしまうことになった。一方、連合艦隊は、バルチック艦隊と接触を続ける巡洋艦部隊から、バルチック艦隊の正確な位置やその構成、陣容を察知していた。船隊が次々と合流し、66隻になっていた連合艦隊は、午後1時39分、ついにバルチック艦隊を発見した。敵艦隊との距離は約13,000メートル。旗艦ミカサの南西を北東に向かって進んでいた。午後1時40分、第1戦隊、第2戦隊の順で、1列縦陣で航行を続けていた連合艦隊は、バルチック艦隊から離れるように北西方向に変身させ、速度をそれまでの12ノットから15ノットに早めた。しばらくして、連合艦隊は北西から西に変身。そして、午後1時55分、旗艦ミカサのマストに、広告の後輩、この一戦により、各員一層奮励努力せよという意味の Z 旗が掲げられた。午後2時2分、連合艦隊第一戦隊は、南西に舵を切ってバルチック艦隊に向かっていった。そして、午後2時5分、バルチック艦隊との距離が8000メートルになった時、東郷平八郎大将は、急に、旗艦ミカサを左に大回転させて、東北東に変身させ、各艦がこれに従った。ここで、世界的には東郷ターンとして知られる定時戦法を行った。この敵前で回答することは、完了する数分の間、ミカサは、射撃することができず、集中弾を浴びるリスクがあった。しかし、東郷平八郎大将は、敵弾が当たったとしても、ロシアの12インチ鉄鋼弾では、戦艦の装甲を貫通することができないことを、先の航海海戦の経験から知っていた。そのため、リスクをとって、理想的な定時にすべく、敵前で、大胆な回答をしたのである。このチャンスを、ロジェストウェンスキー中将は、見逃さなかった。午後2時8分、お互いの距離が7000メートルに達した時、バルチック艦隊の旗艦、スワロフが、ミカサをめがけて発砲。後続の各艦もこれに倣って、射撃を開始した。たちまち、連合艦隊の付近に、大きな水柱が立ち上がった。しかし、砲弾は、ミカサに、
致命的な打撃を与えられないまま、時間だけが過ぎていった。連合艦隊の第1戦隊と第2戦隊は回答を続け、午後2時10分、距離が6000メートルに達した時、ついに機関ミカサの主砲が火を吹き、続いて四季島、富士、朝日、春日、日清が次々と砲撃を始めた。2列から1列への単重陣転換が遅れていたバルチック艦隊は、機関スワロフと第2戦艦隊の機関オスラビアが狙い撃ちにされた。連合艦隊の猛烈な砲撃に耐えかねて、第2戦艦隊は進路を右に取り、右側を進んでいた第1戦艦隊は速力を上げて第2戦艦隊の先頭に立って、不規則な単重陣となった。この時、機関スワロフと第2戦艦隊の機関オスラビアは連合艦隊の集中砲火を浴びて炎上し、機関スワロフに乗っていたロジェストウェンスキー中将も開戦30分に重傷を負ってしまい、バルチック艦隊の指揮命令系統は開戦早々に寸断されてしまうことになった。午後3時7分ごろ、オスラビアが沈没した。機関スワロフも羅針盤などが破壊されて、戦闘続行が不可能となり、戦列から離れていった。スワロフに代わってアレクサンドル3世やボロジノ、アリオールが艦隊の先頭に入れ替わり立ち替わり立つといった混乱状態となった。先頭に立ったボロジノは進路を突如北に変え、後続の艦もこれに続いた。これに対し東郷平八郎大将は第一戦隊の各艦に対して一斉回答を命じて追撃した。こうして第一戦隊の最後尾であった装甲巡洋艦日清が先頭に立ち、機関ミカサが最後尾となってバルチック艦隊の攻撃を続けようとしたが、午後3時30分過ぎ、ボロジノに代わって先頭に立ったアレクサンドル3世は進路を急に東に変えて、後続の艦もこれに続き逃走を図った。しかし連合艦隊の第2戦隊は一斉回答を行わず、バルチック艦隊を追跡し続け、砲撃を加え続けた。バルチック艦隊は砲撃を浴び続け、ボロジノやシソイ・ウェルヒーは甚大な被害を被り炎上。第1戦隊は再び一斉回答して、ミカサが先頭となり、日清が最後尾となってバルチック艦隊を追跡した。アレクサンドル3世は第1戦隊が回答している隙を狙って進路を北に転じて追撃を振り切ろうとした。その後第1戦隊にも追いつかれ、午後4時過ぎ、アレクサンドル3世は猛射を浴びて火災を引き起こした。火災は起きたものの、連合艦隊の追跡をなんとか振りほどくべく、今度は南に転じて逃走し始めた。連合艦隊はすぐにこれを追撃しようとしたが、海面が煙で覆われていたため見失ってしまった。午後4時30分過ぎ、ようやく連合艦隊の砲火にさらされ続ける窮地を脱したバルチック艦隊は艦列を立て直し始めた。ボロジノを先頭にアリオール、ニコライ一世、アブラクシン、セニャーウィン、アレクサンドル三世、ウシャーコフ、ナワリン、シソイ・ウェリキー、ナヒモフの順で進路を北へ向けてウラジオストクを目指した。午後5時30分ごろ、最初の戦闘で戦列を離脱していたスワロフは炎上しながらなおも漂流を続けていた。しかしスワロフは配管同然となり、航行することが不可能になったため、重傷を負っていたロジェストウェンスキー中将は駆逐艦ブイヌイに乗り移り、ベドウィと共にウラジオストクへ向かうことになった。スワロフはその後第11艇隊の水雷艇の攻撃を受けて沈没した。一方、バルチック艦隊を見失った連合艦隊は探索を行っていたが、バルチック艦隊を発見できずにいた。東郷平八郎大将は
バルチック艦隊は、すでにウラジオストクに向かって北上しているのではないかと考え、進路を北へ転ずることにした。しばらくすると、左舷前方に全速力で逃走しているバルチック艦隊を発見。午後6時頃から砲撃を開始した。ここで、アレクサンドル3世が大火災を起こし、転覆、沈没した。また、ボロジノも、午後7時20分頃、2回の爆発を起こして転覆、沈没。他のバルチック艦隊は、散り散りになって敗走していった。午後7時30分、東郷平八郎大将は、戦闘中止の命令を下し、翌日の戦闘に備えるために、宇都領島への集結を伝えるとともに、駆逐隊と水雷艇隊に対して、バルチック艦隊の残存艦艇への夜襲を命じた。午後8時15分から、バルチック艦隊への魚雷攻撃が始まり、ナワリンが沈没。シソイ・ウェリキー、ナヒモフ、ウラジミール・モノマフは大損害を被り、28日に沈没した。野戦が終わった時、バルチック艦隊は、戦艦ニコライ1世とアリオール、装甲解剖艦セニャーウィンとアブラクシン、巡洋艦イズムルードのわずか5隻になっていたが、ウラジオストクに向けて北上していた。午前5時50分、警戒中であった第5戦隊が、バルチック艦隊を発見。直ちに、無線で東郷平八郎大将に伝えた。宇都領島の南西約55キロの海上にいた第1戦隊と第2戦隊は、この無線を受けて、すぐに全速力で現場に急行。第5戦隊の近くを航行していた第4戦隊と第6戦隊も、バルチック艦隊を追い、午前8時過ぎにバルチック艦隊の姿を見つけると、第5戦隊と共に逃げられないように後尾を抑え、敵艦隊の左側を並行して、第1戦隊と第2戦隊の到着を待った。午前9時30分頃、第1戦隊と第2戦隊は、右舷前方にバルチック艦隊を発見すると、前方に回り込んで、逃走ルートを塞ぎ、午前9時30分頃、機関ミカサが砲撃を開始した。連合艦隊の砲撃が始まると、午前10時43分、イズムルードを除く4隻が、一斉に降伏を意味する XGH の信号機を掲げて、航行を停止したため、連合艦隊は砲撃を中止した。そして、秋山実行中佐らが、降伏手続きのために、ニコライ一斉に赴いた。ロジェストウェンスキー中将から指揮権を委譲されていたネボガトフ少将が、ミカサを訪れて、バルチック艦隊は、正式に降伏することになった。イズムルードは、ただ、一隻だけで逃走を図った。巡洋艦、千歳と秋津島がこれを追跡するも取り逃がしてしまった。しかし、イズムルードは、5月29日夜、ウラジオストク近くのウラジミール湾にたどり着いたものの、暗闇のために暗礁に乗り上げてしまうことになった。その頃、ロジェストウェンスキー中将は、ブイヌイから、駆逐艦、ベドウィに移乗して、ウラジオストクを目指し、北上を続けていた。しかし、5月28日午後2時過ぎ、駆逐艦、カゲロウと、さざ波に発見されて、3時間にわたって、追撃を受けた。もはや逃げ切れないことを悟ったロジェストウェンスキー中将は、停戦を指示し、午後4時45分、降伏をした。この戦いで、ロシア側の損失は、撃沈16隻、自沈5隻、捕獲6隻、戦死4830名、捕虜6106名に上った。バルチック艦隊の戦艦のすべてが沈没か、捕獲されることになり、戦力のほぼすべてを失うことになった。対して、日本側は、水雷艇3隻が沈没、戦死117名、負傷583名と軽微なものだった。こうして、日本海海戦は、
日本側の海戦史上稀に見る一方的勝利となったのである。